生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす。どうも、三崎京都あきです。はい、本日は先日 YouTube に配信させていただきました伏見の大手筋のむちゃむちゃ新鮮でボリュームのすごい海鮮丼がいただける同居魚さんの系列店に向かわせていただきたいと思います。今日行かせていただくお店は南区の久瀬にあるみたいなんですけども、そちらも海鮮居酒屋で、どうやらね、漁業さんよりもだいぶ古いみたいなんで、そちらが本店になるかもしれないんですけども、はい、今日はそちらでランチをいただきたいと思います。ランチもね、豊富でね、いろいろありましてね、なんかカレーうどんとかもむちゃくちゃうまいらしいんですけど、はい、ちょっとメニュー見てから、はい、何を食べるか考えたいと思うんですけども、本日はそちらの南区のしげさんですね、はい、今から向かわせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。はい、ということでやってきましたよ。本日は南区久瀬からお届けさせていただきます。むちゃくちゃ気候がいいですね。景色もいいところで、はい、こちら本日は漁業さんの系列店、しげさんですね。こちらで美味しいランチがいただけるということで、はい、やってきました。いいお店じゃないですか。結構定食もあるし、今日はこちらの人気メニューをご紹介させていただきます。安いな。はい、そしたら行ってきます。こんにちは。おお、いいですね。こっちは半個室になってまして、はい、でカウンターですね。はい、ということでね、本日はね、こちら、これいきます。ちゃんぽんカレーうどん、これがね、人気メニューということなんでね、今日はこれをいただきます。ほんで、これライスセット、これで食らっていこうと思います。はい、ということでやってきました。本日は南区の久瀬にあります楽春魚祭しげさん、はい、漁業さんの系列で言ってましたけど、ここがやっぱ本店になるみたいですね。漁業さんは昨年オープンしたんで、こちらが本店です。はい、今度夜は美味しい居酒屋メニュー、鮮魚のいただける居酒屋メニューとなっております。ほんで今日はね、ランチいただくわけなんですけど、ちょっと今ね、オーナーさんから連絡来まして、はい、今日はちゃんぽんカレー、これがね人気があるっていうことなんで、はい、こちらをご紹介させていただきたいと思います。はい、ということでよろしくお願いいたします。めちゃくちゃね、野菜がね、たっぷり具沢山な感じですね。めちゃくちゃ具沢山ですよ。ありがとうございます。うわー、すごいな、これは初めてですね。ちゃんぽんのカレーうどん、すごいね。さっきね、炒めてはったんですけど、ボリュームやばいですね、これ。今日はライスセットで注文しましたけど、このライスもむちゃくちゃうまそうですね。はい、ほんでこちらがシャンポーカレー丼、やばいですね。具沢山、こんだけ具沢山で、これ900円、やばい、安いでしょこれ。ということで食らっていきます。そしたら食らっていきますけど、スープいきましょうか。スープ、うわー、いいですね。とろーりまったり、うまそうじゃないですか。ちょっとまだ味が想像できないですけど、やっぱり漁業さんの時もそうだったんですけどね、この系列はボリュームがやばいですね。もうこれでもかっていうぐらい遠慮なしに、はい、
ボリュームがすごいです。いやすごいですね。もう普段ね野菜食べない僕にはこれはありがたいメニューですよね。もうここまでボリュームがすごいとはね思いませんでしたけど、いただきます。始め。まずお出汁から。うんま、これは初めていただく味ですね。もうあの和風のカレーの出汁とほんまそのちゃんぽんのなんていうかあの独特な香りがあるじゃないですか。それの融合ですね。融合めっちゃうまいね。これハマるな。いやしげさんのねカレーはねもうあの評判むちゃくちゃいいんですよ。それのちゃんぽんとでねほんまにこれあの上はねほんまあのラーメンのちゃんぽんあるじゃないですか。それの香りがしてるんですけどね、下は和風だしの、はい、香りがしてるという不思議な感じなんですけど、これむちゃくちゃ合いますよ、これ。野菜もたっぷりですよ、これ、ほんまに。もやしに、キャベツに、ニラに、人参に、たくさん使われてますよ、これ。うん。玉ねぎとちくわも入ってますわ。うまい。まさに野菜炒めをこうカレーうどんにのせて、はい、まずは野菜炒め定食を食べてる感じで、はい、いただいてますけどね。米もむちゃくちゃうまいな。これツヤツヤで、このメニューは米いりますよ。米と合うやつです。うん、これはすごいメニューですね。もうほんまボリューム満点ですよ。肉でもたくさん入ってるんですよね。もう多分これも具材も多分10種類とかそんなんではそんな辺ぐらい入ってますよ。もう揚げでもこんなごっついのが入っててね。これは麺いきます。麺いきますけどね、麺もいい感じじゃないですか。これメンバーゲームじゃない。うまい。熱いけどうまい。もちもちめ。うん。これうまいわ。うまい。うん。一言で表したらね、和風カレーオンザ大量野菜炒め、これは体にええね。うん、うまっ。いやご飯とセットで食べたらねかなりのボリュームです。はい、でもうまいわ。このカレーうどんは今までになかったね。今までにあったんですけど他にはなかったね。他にはなかった。うん。じゃあ味変、七味唐辛子、これは合うやろ。これは七味合うやろ。いや体もぬくもるしね、最高っすね。もう夏場はこんな汗かいてね、熱々言いながら食べるのがうまいっすよね。あーうまい、ほんまうまい。もう具沢山なんでね、こういう風にご飯に乗せたりしながらこうね、こう野菜カレー丼プレスを、もうちょっとしたね、なんかね八宝菜的な感じもするんですけどね、中華丼的な。
いやー、むちゃくちゃうまかったですね。和風のスパイシーなカレーの上に大量野菜ですよ。これはありへんねん。もうこれ採算度外視ですよ。もうむちゃくちゃ体にも良さそうだし、もう身も染みて、もう味もむちゃくちゃうまいんで、ぜひね、皆さん食べに来てください。いや、なんかね、今ちょっと話してたらね、ここのチキンカツがむちゃくちゃうまいらしいですよね。はい、大きいですか？大きいですか？胸肉をね、丸々1枚使われてるそうなんで、いや、それまた今度宿題ですね。もう気になりましたね、聞いたらね。はい、でもこのね、ちゃんぽんカレーむちゃくちゃうまいんで、皆さんよかったらぜひ食べに来ていただきたいと思います。最後でした。ありがとうございました。いや、うまかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで、ごちそうさまでした。本日は南区久世にありますこちら、はい、ギョギョギョさんの本店になるんですけども、こちらしげさんでランチを食らってきましたけど、ボリュームやばかったね。あのメニューは今まで出会ったことのない、はい、メニューでした。もう和風のむちゃくちゃ美味しいカレーうどんの上に大量の野菜、もう野菜炒め風のちゃんぽん風の野菜が大量に乗ってるんで、もう飽きずにいただけるんですよね。ほんでご飯も合いますし、最高でした。これは皆さんぜひ食べに来てください。ほんでここのスタッフの方がね、口を合わせて、ここのチキンカツはすごいよって、はい、むちゃくちゃうまいよっておっしゃってたんで、気になりますね。次回の宿題したいと思います。またチキンカツ食べに寄せていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。いや、最後でした。いや、体ポカポカで汗だくですけど、むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛します。ありがとうございました。いや、すごかった。もうギョギョギョさんも負けてないですけど、ここもボリュームやばい。はい、皆さんぜひ来てください。ありがとうございました。